お疲れ様です。うちは TV 中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今回もウィニングポスト10やっていくんですけどもね、今回は何をね、やるかと言いますと、サムネイルでも書きましたね。あまり知られていないのかもしれないっていうところにね、少しフォーカスを当てておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。さあ、ということで、どうしたゴリラ、うおほーみたいな感じなんですけども、まあ本当にね、このウィニングポスト10で非常にね、販売の成績相当いいらしいんですよね。語弊があるようなサムネイルを使っていくね、まあこのうちは TV でございますけども、本当にね、もうやっちゃいけないようなサムネイルでね、この間動画が出たかもしれない、まあ大丈夫みたいな感じかもしれないんですけども、まあ本当に売れ行きが素晴らしいんですけども、まあ売れ行きがいいっていうことはイコール初めてプレイされる方だったのがやっぱり増えてると思うんですね。だからそういうね、初めての方に向けての動画にはなってくるかもしれないんで、こっからね、僕が話すことっていうのはクロートプレイヤー、今までやられているプレイヤーからしたら、いや常識でしょ、何言ってんのゴリラみたいな感じかもしれないんですけども、ゴリラね、普通にね、初心の心を忘れてはいけないと思いましてね、初心者の方にね、ぜひね、このゲーム素晴らしいゲームだと、このシミュレーションゲームは相当シミュレートできてんじゃねえのかとかね、この美少女ゲームあーみたいな感じかなと思いますんで、そこの部分をフォーカス当てているんですけども、今回はねどういうことかと言いますとね、サムネイルにも書いている架空馬っていうところなんですよ。で、架空馬って何っていう話にはなってくるんですけども、単純明快でございますよ。まあ非常にね簡単な話でございます。今回ね、まあ幾73年とかね、やられている方だとご存知な方結構いらっしゃると思うんですけども、実在はしてないんだけども、非常に強い馬たちっていうのが何頭かいるよっていうのをご紹介させていただいてると思うんですよね。今までもね、ルナトラックだったりね、とかキャッスルとかね、いろいろねご紹介させていただいて今までもいるとは思うんですけども、その架空馬たちっていうのは基本的に固定されているよねっていう認識になられている方がいらっしゃるかなと思いまして、このウィニングポストっていうのは非常に素晴らしい、もうよくわからない演算方式をとっておりますんで、これがねサムネイルでも書きました。実はあなたのセーブデータで、私のセーブデータで存在しない馬が出る可能性があるんですね。おいおいおい、やばいこと言ってんじゃねえのかみたいな感じなんですけども、いや違うんです、違うんです。これ簡単に言うと、存在するかしないかは本当にあなた次第ですっていうところなんです。ロストの話してるんですか。いや違うんですよ。これはですね、非常に簡単に言うと年末整理っていうのがあると思うんですね。ちょっとある程度1年ぐらいやられるとわかると思うんですけども、こういった形でね、年末っていうのはこういう感じになってまして、まあ、年末週っていうのがありまして、ネクストを押すと、こんな形でね、手続きどうしますかっていう選択が出ると思うんです。自分でやるんだったらはいだと思うんですけども、例えば家にしていきますよね。で、わかりました。それではこちらでやっておきますね。このロードあるでしょ？今のロードありましたよね。このロードの間に実はね、馬が生成されてます。何を言ってるんだこいつはみたいな感じかもしれませんけども、これね、架空馬っていうのは実はですね、条件が揃わないと同じ架空馬が実は出ません。今までご紹介させていただいているルナトラックだったりだとか、ニューキャッスルとかね、初期の初期でも存在している馬っていうのは基本的に固定架空馬っていう考え方になるんですね。あなたのセーブデータでも私のセーブデータでも出ますよっていうのが固定架空馬なんですけども、ある程度年代を進めてくる、このセーブデータもそうだと思うんですけども、1975年だったり、年末の調整を 2,3 回行うだけで、今ね私がやっている1975年とあなたの1975年ってもう世界対戦が変わってきてる。それぐらいね、幅のあるゲーム、あなたはね今やっているってことに気づいていただきたいんです。いやいやいや嘘でしょっていいよゴリラってほら吹くなと。わかりました。あのね、非常にわかりやすいんです。同じプレイヤーで同じね機械でやってても微妙に、ね、イージーだったりハードだったりっていうのを世界を変える、要はセーブデータが変わるだけで本当に存在しない馬がいるのかっていう話なんですけども、いるんです。こちらね、所有繁殖品馬でね見させていただいておるんですけども、特に所有繁殖品馬で出やすい海外のね輸入馬っていう考え方です。年末の調整で輸入馬どうしますか、今年あなた買いますかみたいなねところあるんですけども、まあそこにね非常に掘り出し物の、ね、ナッツカットリーヌだったりクリールディエゴだったりっていう形でいるとは思うんですけども、ただこのクリールディエゴだったりね、ナッツカットリーヌっていうのはほぼほぼ皆さんのセーブデータには出てきやすい形なので、ほぼほぼ固定で出てくる架空馬って考え方になるかなと思います。このねクリールディエゴだったりナッツカントリーヌっていうのは非常に優秀ですんで、他の動画でも紹介させていただいておりますけども、今回ね分かりやすいのが、私っていうのはね、いろんな世界戦を楽しむタイプなので、まあ、イージーだったりハードだったりっていうところで DLC ありだったり DLC なしだったりっていう形 で、あとは札集め用のセーブデータだったりっていう感じで、いろんなねセーブデータを遊んでいるので、昔からねそういやねそんなのあったなって思ったんですよ。これがね要はねウィニングポストの歴代のプレイヤーからしたら常識だったんですけども、初めてやられる方からしたら、はぁ意味わかんないんだけどっていう考え方になるかなと思ったので、非常にわかりやすいこのダイアナボードですね。こちらはね牝馬4歳でございます。簡単に言うと開始年
年だと、まあ、1973年でございますよね。2年遡る。そうなんです、牝馬2歳の状態なんですね。で、牝馬2歳で、しかもこのダイアナボードっていうのは出走成績がない馬になっております。で、繁殖年数1年目になってるので、簡単に言うとこの馬サラブレッドとして競走馬として走った成績はないけども、お母さんとして優秀かもしれない。まあ血統が優秀じゃないですか。ノーザンダンサーのね、直子ですから非常に優秀ですよ。ニーアクティックいてね、アルコいてね、お母さんの方にもね、サーディエロードいて、タートゥーンいてね、もうめちゃくちゃ良血だと思うんですね、このダイアナボードね。で、まあ私もね、この馬いいですよみたいな感じで教えていただいた馬の一頭なんですけども、まあ非常にこのね、ダイアナボード素晴らしいなと思いまして、他のセーブデータでも、ね、探してみようと思いましてね、違うセーブデータで探していたら、どうやらこの馬は架空馬なんです。で、この架空馬の条件っていうのは意外と単純明快にできてまして、例えばなんですけども、もうほぼほぼ海外馬、海外に由来しそうな、まあノーザンダンサーの直径なんで、もう海外由来じゃないですか、どう考えても。海外の繁殖牝馬輸入どうしますかの時に生成されてます、明らかに。で、名前が違ったりだとかじゃなくて、存在しない馬がいきなり出てくるんです。牝馬2歳とか牝馬3歳とか、まあ本当成績がない馬っていうのは、まああれは生成馬です、簡単に言うとね。これをね、単純に説明すると、固定架空馬と生成架空馬っていうね、2ついるっていう形になりますね、架空馬も。で、この生成架空馬っていうのが今回マジぶっ壊れな馬が結構いらっしゃるんですよ。まあ例えばなんですけど、ダイアナボードですね、こちらも生成架空馬なんですけども、 DBBS っていうね、もうありえないぐらいな能力値ぶっ壊しちゃってるんですよ。今回ね、マジで本当にね、光栄の開発人さんはどうしたっていうぐらい架空馬に力を入れてるんです。だから DLC 買えっていうオーラ出してるね、うちのチャンネルかもしれないんですよ。実は買わなくても結構楽しめるんですよ、今回ね。そこはね、買うか買わないかあなた次第ですみたいな感じかもしれないんですけども、普通に考えていただいて、この架空馬が生成されるっていうだけで、歴代のウィニングポストプレイヤーのね、ウイポーの皆様でもちょっとゾクゾクしませんかみたいな感じのね、能力値の馬が、実はこれね、年末の海外の繁殖牝馬どうしますか問題の時に実は勝手に生成されてます勝手に生成されてます。なので、例えばなんですけども、これからもまあ動画がどんどん出てくると思うんですけども、ほんとね、どんどん年数がね、いけばいくほど架空馬っていうところにはフォーカスが当たらなくなる理由っていうのが、実はこういうところにあったりするんですね。まあ今までの4年間のね、動画見ていただければわかると思うんですけども、なんでうちは架空馬にそんなにフォーカスを当てないんだ、僕だけのセーブデータでしか存在しない馬が出来上がってしまう可能性があるので、今までね、そんなにね、架空馬っていうのフォーカス当ててなかったんですけど、まだね、ただね、イク75年ですよ、まだ開始して 2,3 年しか経ってないセーブデータであれば、僕のセーブデータとあなたのセーブデータリンクする瞬間があったりするので、僕のねセーブデータダイアナボードっていうね馬いるけども、あなたのセーブデータいない可能性もあるんですけども、いや違うあなただったらもしかしたらいるかもしれないっていうね、この生成のパターンっていうのは、いくらでもね無限大ではなくて、実は何種類しかないような感じにはなってるのかなと思いますんで、ダイアナボードね、いるようであればぜひね、おすすめな馬なんですけども、例えばですけども、あなたのセーブデータになんだダイアナボードいねえじゃねえかって思ったら、逆に言えばね、ダイアナボードね、こちらノーザンダンサーの直径ですよ、母方にサーゲーロードがいて、この組み合わせに近いようなね、生成の癖っていうのがあるんですよ。錬金でもそうだと思うんですけど、作るね機械っていうのは基本的に一緒であれば、癖っていうのは絶対出てきますんで、その癖をね辿っていただいて、ノーザンダンサーサーゲーロードの組み合わせがいたら、こいつワンチャンあるかもしれないみたいな感じで買ってみるっていうのもね、非常にね一つのポイントにはなってくるのかなと思うんですけど、まあまあまあ、わかりましたわかりました、もう5択はいい、5択はいいから、違うセーブデータで見せてみろっていう話です。もうゴリラが嘘ついてる可能性もあるかもしれない。ではね、このダイアナボードがいるセーブデータっていうのは、配信でね使わせていただいてるハードモードでございます。1975年5月の1週でございます。こちらね、イージーモードでやっている、さらに1年プラスされている12月の4週のセーブデータがありますので、そちらの方でね確認すればいいんじゃないのかなって最初思ったんですよ。いやいや、年数がちゃうやろと言われたらおしまいなので、ほぼ同じね1975年12月4週のねセーブデータありますんで、そちらの方見ていきたいかなと思います。さあ、ということでね、セーブデータ飛んできました。でも所有の繁殖牝馬こんな感じですね。そんなにまだいじってないねセーブデータになりますんで、ね、簡単に言うとね、繁殖牝馬で相当すればいいんですよ。まあダイアナボードですよね。ダイアナボードがいるのかなみたいな感じでね、スーッと言っていただいて、ダーですよね。ダイアナかダイいないじゃねえかみたいなね感じですよ。もうすぐわかりますよ。ダイヤがもう1頭しかいないですか、このセーブデータね。じゃあ世界にいるんじゃないかっていうね、ダイヤだからね、まあどんな名前でもつけやすいと、君が輸入したんだろ勝手にというね思われるかもしれない。
わかりました、行ってみましょう。ダイアナですよね。出てくるか出てこないかではっきり言ってね、この動画がボツになるのかボツにならないのかが決まるって、はい、出てきませんっていう形になりますね。ダイヤ、今違いますね。じゃあダイナか、ダイナかっていう、ダイナで探してみようっていう形で、ダイナ、ダイナ、ダイナいないんですよ。だから結局ね、有名な冠名っぽい、馬だとしてもこういった感じでね、セーブデータが変わってしまって、生成のパターンが A パターン、B パターン、C パターン、D パターンってね、何種類あるかまではちょっと分かっていないんですけども、生成パターンが例えば100種類あるうちで、まあ A と B と C ぐらいだったらダイアナね、ボード出てくるんだけども、実はね D、E、C、B っていうね、 Z まであるかもしれないけども、そこまでのねセーブデータと出てこないとかいう組み合わせだったりしますんで、わかります？今あなたがやっているゲームっていうのはそれぐらい深みがあるゲームをやってるんです。攻略っていうところに関しては非常に実はね深みがあるゲームなんですよ。おすすめなんちゃらっていう出てくると思いますし、史実馬でも非常に使える馬っていうのもいるんですけども、架空馬に関してはことさらね、どん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 自分でね知識をアップデートしていって、あ、じゃあこの繁殖品馬とこの繁ね種母馬だったら結構いい組み合わせなんじゃないのかとかね、そういうところをね勉強してくると、自分でねこうやってね、あ、ダイアナボードノーザンダンサーの直径で父系がねサーデーロードでめちゃくちゃ種母馬のね名種母馬因子があっていっぱい強いみたいな、じゃあこれ架空馬かもしんないけど、ウチハのセーブデータでは出てないけどこの馬も使えるんじゃないのかみたいな感じで、どんどん自分のセーブデータをねあなた専用にできる、そう、あなた専用の箱庭を作れるゲームなんですよ。これゲームね、箱庭感が今回ね少し戻ってきてるんですけども、それ以上に今までウィニングポスト9っていうね前回に関しては史実馬がめちゃくちゃフォーカスが当たってて、架空馬っていうのはそんなにフォーカス当たっていなかったんですけども、ことさらね遡ったのがさらにね3年遡って1973年からねスタートしておりますんで、このねたった3年ねシナリオがね伸びただけでも、こんだけね架空馬の調整っていうのが難しかったっていうのが公平テクモのね出したね答えだと思いますんで、逆に言えばそれをねうまく使っていけばかなり早い段階から、まあ例えばなんですけども、こちらねダイアナボードってじゃあどういう馬かっていうと、こうやってねもういきなり S 配合が出ちゃうような馬なんですよ。でまあ見ていただければわかると思うんですよ、爆発力がこうね相当ねストックにされていたりだとか、評価も非常に高い状態、 A の31って言ったらね相当いい配合評価になります。とてつもない爆発力を秘めていそうです、素晴らしい配合ですっていう、なんかちょっといい馬生まれてきそうな感じするじゃないですか。まあ実際そうなんですけど、実際いい馬結構生まれてきやすい配合にはなってくるんですけども、そう考えるとねこの架空馬っていうところに関してね、生成架空馬だと非常にねこのね血統の知識っていうのも実は重要にはなってきますんで、これからねそういうところにもフォーカス当てるね動画出していきたいと思っておりますので、そちらの方で確認していただいたりだとか、逆に言えばですよ、繁殖牝馬っていうのは逆に史実馬のね空いた期間でめちゃくちゃ強いの入れていくっていう単純なねやり方っていうのもありますんでね、ぜひねあなたのやり方っていうのは本当にね100人いたら100人問いろみたいな感じになってくるのがこのウィーニングポストですから、ぜひぜひねこっからもねまだまだね楽しんでいただければなと思っております。こんな形で引き続きねまだまだウィーニングポストだったり光栄テクモをストーキングしていこうと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。もしあなたにダイアナボードが出ていればね、ぜひ、ね、可愛がってみてはいかがかなと思います。固定架空馬の方にも少しフォーカス当ててる動画あったりしますんで、そちらの方もご覧いただければなと思っております。それでは次の動画配信で、バイバイ。